うまくいかねえ。コントロール完成、まだまだ。うまくできたら完成、ガヤガヤ。なんかこうコツがつかみきれてねえんだよな。ってわけでもう一度話させてくれよ。タグ、仕方ねえな。よし、ハッツァン、悪いけどもう一度コツを教えてくれ。またかよ。つうか前に教えた以上のコツなんてねえぞ。え、そうなの？Bと拳を交えるやり方がコントロール成功の近道だ。繊細なコツなんて教えてもお前には無理だろ。努力と根気で身につけろ。おお、ハッツァンっては俺のこと分かってんな。しかしお前も慣れ慣れしいというかおかしなやつだな、ナルト。こうして面合わせて話すようになったのはちょっと前からだってのに。物おじ…なんでハッツァンに物おじしなきゃいけねえんだよ。なんでって、ナルトの度胸は超度胸。誰でも仲良し、なんかよし。旦那、お前とそっくりだ。おいや。まあいい、さっきの話に戻すが、コツはもう言い切った。アドバイスはもうできねえぞ。おっちゃんもハッツァンも言うんならそうなんだろうけど、でも言い訳して言い訳ない。今はとにかく拳を交える、必要。手加減なしの手合わせ、これ必要。オッケー、すぐに始めるぜ。レッツスーパーバトル、イエー。おっと、返事がないぜ。変だな、ナルト。あん？おう、おし。戦闘開始。かかってこいよ、バカ野郎、この野郎。集中しやがれ、しっかり。じゃないと大怪我。うっかり。分かってるってばよ。外で何かやってんのか。なかなかの攻撃。でもコントロールはできてない。ハートに全く来てない。つか、どうした、さっきからなんか引っかかってるようだな。うん、実はさっきからいろんなとこでチャクラがぶつかり合ってる感じがしてさ、それがどうにも気になって。そりゃ気のせいだな。ここはチャクラを中からも外からも遮断。中のお前がチャクラを感じる、それ悪い、冗談。ナルトのやつ感づき始めてるな。しかしこの部屋でなおチャクラを感じ取る感知力だ。このまま嘘は突き通せんぞ。どうするB？何が何がって、
お前ちゃんと作戦聞いてなかったのか。雷影から極秘裏に命令受けてただろ。ナルトを監視して外に出すなってよ。ああ、そういえばそんなこと言われたか。仕方ねえ。集中できないナルトに朗報。場所を変えるぜ、こっちに。イヤッホー。この先ならさらに集中。コントロールはすぐさま集中。うん、押す。考えてな。確かにこの中ならさらにチャクラを遮断できる。さっさと続きを始めるぞ、チャゲランチョ。ちょっとだけならいいよな。やっぱ外のチャクラが気になるし、専任モード使って調べてみるってばよ。止まれ、ナルト。イルカ先生、なんで、なんでイルカ先生までこんな島に。この島での追加任務が出た。俺はその応援に来ただけだ。追加任務？今ちょうど未確認生物が出て、そいつを確認しなきゃならない。なぜなら、俺ってば、いくつものチャクラがぶつかってるのを感じた。それと関係あんのか？そうだ。そいつのせいで外ではちょっと騒動になってる。とはいえまだ完全に実態がつかめたわけじゃない。じゃあ俺も。今回の調査はいろいろと神経を使う。それに繊細な部分もある。お前には不向きだ。だから結果が出るまでお前にはこの奥で待機しててほしいんだ。結果が出たら連絡を入れてやるから。なんだ、イルカ先生の態度、なんか、もしかして。どうしたんだ？そんな生物がいるんなら、俺が抑える。自分で確かめさせてくれってばよ。ナルト！専任モードで感知したか。なんでこんなことになってんだってばよ。もう隠し通すことは無理だな、イルカ先生。戦争だ、マダラが仕掛けてきた。どういうことだ。仲間が戦って苦しんでんのに、なんで俺に黙って隠す必要があんだ。この戦争はお前を守るための戦争だからだ。俺を？マダラは全勢力での戦いを仕掛けてきた。9尾と8尾を奪取するためにな。9尾と8尾を取られてしまえば世界は終わりだ。お前を守ることがこれからの未来につながる。そのためにみんな命がけで戦っている。ナルト、お前は己と戦え。ここは我慢の時だ。死に意味を見出そうとするが、あるのは痛みとどこにぶつけていいかわからない憎しみだけ。ゴミのような死と永遠に続く憎しみと言えない痛み、それが戦争だ、ナルト。これからお前が立ち向かうことになってくるものだ。俺の役目はここまでのようだ。ナルト、お前だったら本当に。さ、戻ろう。この戦争は全部俺一人で蹴りつける。憎しみも痛みも全部俺がまとめて引き受ける。俺の役目だ。ナルト、話を聞いてなかったのか。お前の中には九尾がいるんだぞ。大人になれ、少しは俺の言うことを。イルカ先生はイルカ先生は俺を一番最初に認めてくれた。俺にとって大切な先生だ。
そんな人がキュービのことばっか気にして、俺のことは信じてくれねえのかよ。ナルト、俺は…ナルト…言っちまったか、バカ野郎、この野郎。あなたは、キラー B さんですね。オーイヨー。あなたにお願いがあります。ナルトを守ってやってください。俺にとっちゃ、あいつは弟のようなやつなんです。でも俺には、守れるだけの力がありません。厚かましいお願いだとは分かってます。けど、俺にできるのはこれくらいで。だから、お願いします。どうかナルト。ノー、やり方が違う、タンガン。拳を俺に向けろ、タンタン。え？こうですか？了解だ、バカ野郎、この野郎。ありがとうございます。ん？そうか、あんただったのか。いいのかよ、そんな約束しちまって。お前はナルトの見張り役だぞ、本来。この男が止められなかったんなら、誰が止めても無理。なぜなら、ナルトの心の中に常にあんたが見えた。あいつの心理。ナルトの中に俺が？ナルトに何をしたか知らねえが、どうやらあんたはナルトにとっちゃ特別でも、俺のラップは軽蔑。ナルトはあんたからもらったもん全部自分の中にきちんと取ってある。今日まで、あんたの言葉がナルトを守ってきた強力。ナルトのことは任せておけ。お願いします。第8章、二つの太陽。なんだと？それは本当か？はい、八尾のビー殿、そして九尾の渦巻ナルト、両名が島亀を抜け出したとのことです。つなで、お前が島にあった説得役はどうした？失敗したってことだろ。たっくにいるかのやつ。どうします？Bがいる以上、人中力はわしが直接出て止めるしかない。つなで、お前も来い。それはいいが、本部での判断はどうする？木の葉の資格。了解しました。こちらはお任せください。行くぞ。ナルトのやつ。ここはつくづく関心のスピード。追いつくにも一苦労。 B のおっちゃん、ついてきたのかよ。一人で行かせりゃ危なっかしい。お前の行動、支障なかし。え？お前を守ってくれってな、あのイルカってやつに散々頼まれた。イルカ先生が？二人は不器用でも愛があるよ。生きて帰るぞ。ああ、そりゃ当然のこととしてだ。これからどうすんだ？キュービチャクラモードは悪い感情を読み取れる。なるほどな。その悪の感情が強い場所に行けば。そこが戦場のはずだ。オーライ、そういうことなら俺様ジュジュン、お前を追いかけ進むぜジュンジュン。行こう。わしのチャクラを存在に扱いよ。
前の中にずっといて、お前をずっと見てきたが、ナルト、お前はいつも甘い。珍しいじゃねえかよ、キュービー。お前の方から話しかけてくるなんてよ。いよいよ寂しくて話し相手が欲しくなったのは分かったけど、今は忙しいんだ。後にしてくれ。お前は戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。そりゃ無理ってもんだ。お前がいくら張り切ろうとも。そういう話は戦争の後だ。じゃあな。仲間が殺されれば、それに伴う憎しみが生まれる。そうなる前に相手を全て倒すつもりか。どの道相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。それを全て受け止められると本気で思っているのか。お前もいずれペイン・ナガトのように憎しみに囚われるぞ。この戦争がお前をそこに近づける。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。お前は分かっていない。甘いのだ。もう戦争は始まっている。負傷者も多く出ているはずだ。その分憎しみもな。そもそもだ、お前のそばにいたサスケはずっと憎しみに囚われていた。だがそのサスケも、お前がどうにかできたことがあったのか。よく思い出してみろ。幼い頃からお前はサスケの憎しみを感じていたはずだ。同じ班にいたとしても、長い時を同じくしても、お前はサスケの憎しみを消すことができなかった。それどころか、逆に奴の憎しみは大きくなった。つまり、お前は誰であろうと憎しみを消してやることも受け止めることもできやしない。で、話は終わりか。なんだと。だからって俺がおじけづいて何もしねえとでも。そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービー。おい、お前こそ甘いんだよ。なんでお前はサスケ一人救えてもいないのに、そんな強気でいられる。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつあのチンチクリンが随分と立てつくようになったじゃねえか。なあ、キュービー。俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。うん？俺を散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっから。お前はバカか。わしはキュービーだぞ。チンチクリンにどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし、わしは憎しみの塊だ。なら OK だ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいがある。じゃあな。待ってろよ。どうした。なんでもねえ、こっちの話だ。ん？ビーノちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。どうした。何かがこっちに。この大バカどもが。ばあちゃん。ノーブラザー。お前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。これがキュービーのチャクラをコントロールした姿か。やってのけたな、ナルト。ブラザー、ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。お前らが捕まればこの世界が終わるんだろ。
イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大バカかお前らは。そのせいでみんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。世界が終わるよりマシだ。みんなそう思い、お前を守るため犠牲覚悟で戦っている。そのことを知って自分だけ傷つきもしねえでじっとしていられることを人間できちゃいねえんだよ。死の子の言うな。お前は行かせん。綱手のばあちゃんなら分かってくれるだろ。俺がこの戦争を止めてみせる。行かせてくれ。今は忍び連合の参謀として動いている。お前を止めるのは連合の意志だ。お金といえど私一人が別行動を取るわけにはいかん。分かった。ばあちゃんの立場上そりゃ仕方ねえよな。なら無理やり行く。大影のおっちゃん早えな。忍びでわしより早い奴はおらん。四代目ホカゲがいなくなってからな。父ちゃん知ってるのか。手合わせは幾度としたものだ。あれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった。聞けばあやつは木の葉の三人、ジライアに予言の子、救世主だと言われたそうだな。だが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない。やつは九尾事件で失敗したからだ。そこからお前は息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そうなんで父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。湊はその時、俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね、そして里からマダラとキュービを遠ざけたの。力のすべてを使って強すぎるキュービのチャクラを半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。父ちゃんは全てをナルト、あなたに託して死んだの。あなたを信じきって。四代目ホカゲは失敗なんかしてねえ。もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。な、おい、大影。そうすれば九尾復活まで一時の間時間が稼げる。敵も計画を先送りせざるを得なくなる。命が惜しくないようだな。待て。B、お前。そういうことなら八尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。ナルトが行けるよう俺の命を通し。 B のおっちゃん、お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大バカどもが。まあそうかもしんねえが、俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気、それをなくしたらただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いていればいい。完全に頭に血が昇ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。ブラザーを抑える、ハッツァ、力を貸してくれ。派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだからな。青いよ。おっちゃん。大人の俺様、少年ば、少年ナルトは手を出すな。B、貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ自信、それが分かってる俺たち自身。いくらへりくつをこねようとお前たちを自由にはさせん。わしの力を持ってここで止める。力があっても止められねえ意志がある。
それを見せるぜ、オル様が。戦闘開始。ブラザーでも手は用はやらせねってはいいよ。なぜそこまで急に肩入れてるのか。俺の中にはいろんな思いたくさん。けど一番重い思いはブラザーから送られたもの。お前は俺にとって特別な存在だ。俺たちは最強タッグだ。このことは宝物だから、マサは強くいられる。いつの間にこれほどの力を。ブラザーは俺の実力を見誤り、最後はごめんと平誤り。チェケロッチャ。相変わらずむちゃくちゃなやつだな。けどお前も負けてねえ。こいつで決めろぜ、ブラザー。よかろう。まだまだ俺の理想とするラリアットになってない。とっくに理想を超えてるぜ、ブラザー。俺の中に大切なものがある限り絶対に死なない。それがブラザーとの契り。お前いつの間にここまで。俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだ。もっと強え力になる元が入ってるこの体。八尾をもらう前にブラザーからもらった、俺個人として捨てられねえ言葉。それさえあれば強くいられると信じられることのほか。八尾をもらう前に。そうか、あの時真実の滝の前で言ったあの言葉か。やっと気づいたか、バカ野郎、この野郎。お前はあれだけ、たったあれだけの言葉で強くいられるというのか。里や国にとっての俺だけじゃねえ、ブラザーにとっての俺だ。だがブラザーは俺を守ろうとするあまりの気遣い、俺の力を信じなくなっていった。毎回人中力になればいろんなもんなくして心ガリガリ。でもだからこそなくしたくないもんが光って見えてくる。心ピカピカ。美獣だけが力の元じゃねえ。 OK？ 美獣が入る前に入ったもんが光り出したら太陽くらいでかかったと気づく。大事。それこそが力の元だと気づく大筋。だからこそ俺は八尾を唯一コントロールできたと確信。ナルトの中にもその太陽がある、確信。しかもそれが二つもあるのが確信。二つ。そうだな、確かに太陽みたいなもんかもしんねえ。渦巻きナルト、お前のその二つの太陽とは何だ。
父ちゃんと母ちゃんだ。父と母、波風港と渦巻きクシナか。しかしお前が生まれてすぐに二人は死んだはずだ。このキュービの力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。キュービの封印を開くと、母ちゃんが俺に会いに来るようチャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のために。ミナトめ、ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のためにそんなことを。そしてこの力をくれた時、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが2つあるって。確信したことだと？一つは、面をした男が事件の黒幕で、この先必ず災いをもたらすって言ってた。そんで二つ目は、それを止めんのが人中力としてキュービの力をコントロールした俺なんだって。ミナトはお前に全てを託したということか。己が救世主ではなかったと。父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんねえけど、俺の師匠は父ちゃんを予言の子、救世主だと言った。さっき言ったことを覚えているか。その救世主ミナトは死んだ。これを失敗でなかったとお前は言うのか。確かに父ちゃんは死んだ。母ちゃんと一緒にその敵とキュービから木の葉の里を守り抜いて、俺を守り抜いて。ほんの一瞬だったけど、その時に二人が俺にくれた、すっげえいっぱいのもんが、やりきれるんだって俺を信じさせてくれる救世主も俺に託したんだ。やはりナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだな。ミナトがそう信じたように、私もナルトにかける。俺もだぜ、バカ野郎。この野郎、雷影、お前の判断は。ブラザー、相変わらずの機関棒だ。今度は私も。待ってくれ。ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてることを俺にはわかる。ナルト。行くぞナルト。戦闘開始。楽しみをするな。互いに全力で行くぞ。分かってを開始。足を締めをするな。
マックス状態で行く。この一撃で消えた。俺ってはいろいろ託されてるもんがあった。失敗はしねえ。雷影のおっちゃんの言う通り、失敗したら救世主じゃなくなっちまう。だから失敗はしねえ。父ちゃんがそうしたように、救世主の父ちゃんから学んだように。わしなりに試してみたくてな、全力でやらせてもらった。このわしの最速パンチをかわしたのは波風港に続きお前で二人目だ。どうやら救世主は生きているようだ。お前の中で行ってこい。うん、雷影、戻るぞ英雄か。ん？なぜあいつが木の葉において英雄と呼ばれるのか、その理由が少しだけ分かった。そうか。多くの者が散った、多くの灯火が消えた。痛みは世に広がる。黒き意志が天を染める。今だけはただそこに眠り、忍びたちよ休息せよ。日はまた昇る。闇を照らすため、次に火を見るとき、かの者は駆けつけるだろう。太陽の少年は地を走った。